ブランクラス放送室です。今日は、これスタジオニブロール、はい、有限会社スタジオニブロールでございます。なんて言ったらいいの、工房アトリエですね。アトリエです。はい、柳原光さんに、いろいろお話を伺おうと思ってます。6月16日日曜日、これ父の日なんだよね。はい、父の日に、中村健也さん、中村智也、智也さん、はい、それから川野武志君、その、まあ、3人で、はい、光君と3人で、はい、イベントをします。はい、スワッピングデイという、まあその辺のことをちょっと聞きつつ、はい、最近考えてることをいろいろお話伺えればと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。今回やることにつながるかどうかちょっとわかんないんですけど、うん、このコミュニティの話、ハローさんが書いてるじゃないですか。あ、チラシに、このチラシの前半部分ですね。うんうん、はい、で、まあこのニュアンスに近いことを、まあ、僕も思っていて、なんか結構今ディレクターとしてそのコミュニティを作りたいとか、うん、なんかその企業とか地域をブランディングする上でコミュニティデザインみたいなことをこう求められたりするんですけど、なんかなんかコミュニティを作るのが目的の活動になんて参加したい人いるんすかねっていうのを少し思っていて、なんかこうそんなにこうまっすぐな人ばっかりじゃな ないっていうか、その通りだと思います。ありがとうございます。例えばコレクティブハウジングとか、コレクティブハウスって、うん、日本では結構成功例もあるんですけど、スタッフが来てる分野に、やっぱすごく真面目な人たちがうまくやってる、それはもちろんその大事な試みなんだろうけど、なんか、なんて言ったらいいかな、それこそメタボリズムな人々がさ、そのこう、まあパンク思想になってきた都市に、新たなタイプのコミュニティを作れるかみたいなことが言われて、それこそね、森ビルのヒルズとかなんかはある意味で成功例なのかもしれない、その流れの中で地域の社会 と都市計画みたいなものが、だけど一方でね、こう日本中で旧来のコミュニティはもう壊滅状態とかさ、なんかこう民主主義すら成り立たないというか、無投票で村長が決まるとか、なんかそういう世の中じゃない、すごいこう露骨に何か今なんとか理想、実現された理想と、もう不可能になってる何かと、もう同時に起こってて、それに対してどうしたらいいんだろうみたいなね。そう、なんか単純にそのコミュニケーションとしてなんかコミュニティを作ろうぜっていう呼びかけ自体がかなりハラスメント的っていうか、ああそうだね、なんかはみたいな、なんでみたいな、それで結果としてなるみたいなもので、そのなんか状態を表してるだけの言葉だと思うんですよね。だからそれはなんか支え合って生きていこうねとか、ポジティブにやってこうねとか、差別しないでいようねとかいうメッセージと一緒で、なんかああそうですねみたいな
大して伝わらないコミュニティを作ろうね、まあできたらそこがなんか活性化したりとかいうことはまあ自明で分かってることなんだけれども、なんかそれを呼びかけられてもはぁみたいな。いやだからこう無理に作ろうとしてできるものじゃないっていうかね、だからもちろんそのコミュニティって言葉は一般化されちゃったからいろんな意味になっちゃってて、いわゆるこうちょっとお尻を上げてコミュニティって言ったらさ、もう少し軽い集まりみたいなものでもだけど、本来の意味でのコミュニティをちゃんと機能するように作ろうとするのが、まあ、至難の業っていうか、あのアズビー・ブラウンさんってアーティストがいて、バンクアートとかにも絡んでた作家なんだけど、彼とバンクアートで会った時に、いつ頃かな、結構前なんだけど、バンクアートってこう同時にいろんなタイプの人たちが集まってワイワイやってる感じが、でそれを見て彼はソサエティがある、ソサエティができてできつつあるみたいな言い方をしてて、でそっちの方が言葉としては本当はいいなと、コミュニティよりも、だからまあいろんなもまこう仲間を持った人たちが、同時に共存できるみたいなので、コミュニティって言い方ではなんか足りない気がする。ただブランクラスとかはすごい小さいシステムなので、ソサエティまではどうせそこに生まれるわけもなく、そしたらどういう心構えなのかなみたいなことをずっと考えてはいた。それをカッターの背でやってて、で今鉄筆買ったんで、今度は多分そうなんですよね、終始まあそういうこれはでもそのカッターの背でやってる、なんかそういうちょっと考えます。でもいい感じですよ、筋違いなというか暴力的な呼びかけに対するうんっていうのは昔からハローさんに一貫してあるものなのかなってはなんとなく思ってるんです。コーヒーもで、なんか前回大きくってスカスカ感じで、なんかまあそこに繋がるかどうかわかんないんですけど、そんだけ入ったらまあ世の中こうちょっと一回大きくしよう。 EDI 僕らの世界ではよく言われてるんですよ、まあキーワードは EDI と SDGs っていう風になってて、 EDI はイクオリティーズダイバーシティインクルージョンです。ただやっぱりそのコミュニケーションっていうものがやっぱりこうなんかすごい差し障りのない道徳的なものか、道徳の授業で聞くようなものか、結構さっき言ったその人間みんな平等じゃないとダメだよねみたいな、なんていうの、暴力をはらんでるというか、ハラスメント的ななんか押し付けがましいものか、そうなんかどちらかになっているようななんか印象があって、あ、素朴なあれとか上からか、そうですね、2つしかない、そうですね、一緒にある川野くんと一緒に作った本ですけど、まあ明日コトブキンサイドっていうプロジェクト、ダイヤマパあの整形会社に行ってくる設計のドブキのに住む人たちと共同で進めるプロジェクトっていう感じですか。まあ、そうですね、コトブキのおじさんたちに、もう服着てもらってポートレート撮るだけのプロジェクトですけど、これがやっぱりあの最初は
ちょっと目線が高かったというか、寿の町に何ができるかなみたいなんで1年目やったらいろんなことがうまくいかなくて、それ横浜市のプロジェクトの半分はって感じですね。あの ACY があの半額助成をくれてるプロジェクトですね、はい、で今、まあ、これをやっててやっぱりその助成制度の補助も受けてるので、うん、これはこの整理があってでなんか報告会とか中間報告会とかその最後の報告会とかにステークホルダーは誰かっていう話になるんですよ。ステークホルダーつまり受益者は誰かという話になるんですよ。で、なんとかしてやっぱりその財団とかはなんとかしてやっぱりいやもちろん気持ちはわかるんですよ。なんとかして横浜市民のが利益を得れるとか寿の住民が利益を得れるっていうストーリーにしたい気持ちはすごくわかるんだけど、それをこうなんとかこうそれっぽく嘘つくことはできるのかもしれないんですけど、なんかその市民のためにとか住民のためにみたいな視点の時点でちょっとやっぱ違うなと思って気づいて、で2年目からは自分がこういうことをやりたいんで寿の方協力してください、場所貸し使わせてくださいっていうスタンスにまあ完全に変えたんですね。でそれ報告会でももう終始一貫してステークホルダー俺っていうことを言い続けたでくれないんだったらもういらないっていうことで言い続けた。それはやっぱり嘘つきたくないみたいな基本はありますね。で面白いのがやっぱこう対応力のある審査員もあのそういう財団側もすごい柔軟性のある人たちなんで、うんうん、まあ柳井原がいてもう一人そのマネージャーとかプロデューサーみたいな人がいたらこの人がいくらでもこの活動をなんか市民に有益ですとか寿町のためですとか言ってうまく言ってくれるんだろうけど、それを今回もう一人で兼ねてるから、うん、まあそうなっちゃってもしょうがないかなみたいな感じでまあこう許してくださって、まああくまでもこれは自分の表現を寿の場所とか人にあをお願いしてあのやらしてもらうフィールドとしてあの貸してもらうというような感覚でやって。でもそのマインドセットを変えただけですごくうまくいったプロジェクトなんですよね。ちょっと言ってることは分かる、うん、はい、ぎこちなくなるみたいなことあるよね、うんうん、なんかそのある正しさが設定されるとそっちに合わせようとするから、うん、でまあその体験があるのでもちろんその町のプレゼンスを上げるために何をすべきかとか、なんか平等性差別のない世界が大事だよなとかそういうことはもちろん考えてはいるんだけれども、自分のメッセージとしてはなんかもっと違う形でなんかファッションから始めてまあいろいろ昔 B ゼミに行ってた頃は絵を描いてましたし、はい、なんかだし、まあ、今はもうちょっとそのファッションよりはそのアートディレクションとか、まあデザインコンサルティングとかそういう仕事の方が多いけれども、衣装ってもう今年2本ぐらいしかやってないんで、はい、ほとんどそういう仕事になっちゃってますけど、でもモードにはずっと関わって、まあそうですね、一応自分のブランドもやってはいるので、けどまあそういう自分の歴史と、まあ、今やってることと、まあ、その振り返ってちょっと何話してるか忘れました。
うん、まあまあ、でもコミュニティって言葉に絡んでちょっと今話してくれたら、ね、そうですね。で、そう、コミュニティを作ろうぜみたいな押し付けみたいなことを、いや多分全部ももらっちゃうと思うので、まあ、やりたくないっていう思いと、このことぶきのプロジェクトがステークホルダー俺っていうことっていうのはつながっていて、ひょっとしたらまあ僕が言ってることはアーティストにとって当たり前のことかもしれないんだけど、僕はデザイナーとしてやっぱキャリアを積んできたっていうのがあったので、あ、だから美術家ってすごくそれは逆で、自分自分でその呪縛が逆に激しすぎて、はいはいはい、そこから解き放たれるのが大変。それはな、教育でも刷り込みがすごくすぎて、そうかそうか、うん、まあ逆なのかもしれない。社会とか他人とかっていうことをそれこそ受け入れたり、うん、一緒に何かしたりってするところに何か、うん、何かがいるっていうか、うん、それちょっと逆転してるかもしれない。だから逆にそういわゆるファンクショナルなものを考えてる人たちは、うん、のなんて言うんだろうな、アンバランスな感じがすごいかもしれないね。うん、でまあ、今回はもう単純に、うん、ふわっとなんかやらせてもらいたいですねっていう話をしてる中で、まあ、ちょっと考えて、まあ、やっぱり自分に引きつけて、うん、1日だけのワークショップとかだったら何かなって思って、シンプルに、まあ言ったらこういう職業なんで軽くスカート履いたりとか、はいはい、軽くなんかつけたりとかぐらいはするんすけど、なんかガチの女装を一回やりたいなと思ってまあプロのメイクさんと、あとまあその川野くんは割と某大手化粧品メーカーのビジュアルとかパッケージとかやったりしてたんで、まあ、今もビューティー系の仕事を結構してますし、まあ、中村くんっていうのはもう昔から、東コレの時は全部メイクやってもらってたし、あとは海外に音源線の仕事なんかで舞台衣装で行く時とかも常に帯同して一緒にビジュアルを作ってきた仲間で、今恵比寿に自分のサロンを経営しながら、そういうまあちょっともうちょっとあれですね、アートっていうよりは普段はもうちょっとこう、コマーシャルの方の世界でヘアメイクをしている人ですね。だからまあファッション業界な感じの人をこう集めて、まあ僕も含めてガチで女装しようと、いうことを。そうそう、これさ、はい、3000円女装費込みってなってるでしょ、はいはい、このスケジュール立ててる時に突っ込めばよかったんだけど、うん、後で思ったんだけど、ただ見てる人っていうのはなしなの、うんうん、ただ見てる人はまあ見てりゃいいんじゃないですか無料ってこと、無料じゃないですか、もともとあれですね1000円ぐらいで見るっていうのもまあ、ありなのかなみたいな、まあでも、うん、一緒にワイワイやるのがいいのか、うん、そうですね、うん、もうそのグランクラスさんの方にも、うん、落とさなきゃいけないのでなんかそこら辺のでなんとなく設定はしたっていう感じで、こう行くと なんか女装しなきゃいけないとかっていうのと、もう一つ女性のここに言われたんだよね、はいはいはい、女の人は行っちゃいけないのか、行っていいです、だからちょっとそういう追って告知をした方がいいよね、はいはいはい、そこがねちょっと迷ったんですけど、なんかやっぱりその本当はどっちもなんですよ、女装も男装もなんですよ、なんだけどでもね、男装ってちょっとこう難しいよね、そうなんですよ、もう男装みたいなもんなんですよ、うん、そうだよね、うん、もうすでにね、うん、いや上村めぐみさんって次の週のねはいはいはい、はい、ダンサーと一緒に喋ってて、うん、女性が化粧したり、うん、それこそガチに
何かをしたら、もうそれも女装なんじゃないかって、うんうん、女性による女装、はい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 、だから男装ってさ、社会がね、みんながユニセックスになってかなり長いから、うん、そういう話はしたんだよね。そうそう、でもまあ例えば世代上の人とか、うん、まあ、そう言ってるその女性とかでも、じゃあ本当に女性の女装を気が向いた時にするかって言ったらしないんですよ。しない、まあ、だって知り合いで何人か本当に化粧しない人いて、うん、女性で、うん、化粧すごく少ないけど、うん、その人も完全にしない。だからまあなんかマッチョのフェミニスト団体みたいなもんで、うん、やっぱりそのカウンター、うん、マスキリニストそうカウンターみたいな運動はやっぱり必要で、まあ、それモードとも言えるんですけど、あのとはいえ概念で分かってても、あのワンピースを男が着ることには抵抗があって、あの女性でも、まあ、いつだって女装もできるし、男装なんて普通じゃんって言ってる人もしてないじゃんっていう話なんですよ。まあ何だろう、その社会的に自分の高度みたいなものを置いていくときに、ファッションというか普段の服とかをもう決まっちゃってるから固まっちゃってますよね。そうそう、だからそれをまあ振り慣れるみたいなことはちょっとあの確かに豊かさとか、あとイクオリティーズですね。なんかこうだってメイクしたから分かることってあるじゃないですか。だからあの、まあ、そんなに真面目なあれでもないけど、その、目が見えないとか口が聞けないとか、まあ、状況を作ってわざわざインスタレーションする人たちもいるぐらいで、まあ結局それに近いようなものなのかなっていう、それのまあ気軽なウェイバージョンみたいなあのことかなと。まあちょっとどうなるか分かんないですけど、まあちょっとガサッとそういう用意できるものだけしといて、まあこの辺だけでもしっかりやって面白いポートレート撮れたらいいかなっていうくらいなんですけどね。まあ、男性だとひげ生やすか生やさないかみたいなのもね、あるよね。大体はこう固まってるじゃん。剃る人は死ぬまで剃るんじゃない。だからやっぱ確かにこう格好って振り幅が狭いかもしれないね。あとはなんか。そのそうですね、そういう EDI とかの文脈じゃなくて、もうちょっとすごい感覚的な話で、なんかこう入り組んだエロみたいなことがやりたい。入り組んだエロね、だからさっきの女性が女装した時に男に包容される感覚と、女性が女装してない時に包容される感覚とか、たと何かしらのフェチだ。あとは男性が女装してるのと、女性が男性してる男装してる状態でのやり取りは、これストレートにエロでしょ。だからそれをさらにこう入り組ませる。そういうのって実はすごいこう個別に複雑なんだろうけどね。そう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 、どれがどれにあの感じるかはちょっとそれぞれ。それこそ何に燃えるかみたいなね。そう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 、ああいうサブカルとかもすごいこう細分化されてるよね。そうそうそう、助走して半日ぐらい過ごしてると、そのなんか BL みたいな本がいい感じで入ってくるみたいなこともあるかもしれないし。ああそうかな。BL ってあの
女装したらダメなんだよ、ね、どっちか分かんない、ちょっと体験してみないと分かんない、それは。ということはこういう会話してるのを旗からこう見ながら妄想するっていう世界でしょ、うんうん、そうですね。女装した状態でこう男性器を持ってみる。わかります？わかんない。いや、自分でもわかんないですけど、そのそういうこととか、まああとはそれを含めたなんかこう。あ、まあでもだからいわゆるコスプレになるってことね。まあコスプレですかね。近いかもしれないね。まあ、うん、あとはコスプレを、うん、あの子供たちに見せとくっていうのが意外に大事かなと。そうそう、うん、一つはさ、もう一つ今日聞こうと思ってた、うんはい、僕意外に、うん、これのねこのイベント計画見て、自分の周りに子供がいる男性が、うんうん、男性だけじゃないんだけど、うん、子供がいる人がすごい少ないなと思って、うちに出入りしてるアーティストたちがね、うんうんうん、子供がいない人たちが多くて、うん、その人たちになんて告知したらいいんだろうみたいな僕もそうだけど、うんうんうん、そうそうそう、お父さんだよって言って見せる相手が子供がいない、うんうん、お父さんに見せるっていうのがいいんじゃないですか。お父さんに見せる、死んだお父さんが天国のお父さん。あ、僕子供の頃、はい、割と女系家族に育ったんで、はいはいはい、お姉ちゃんたちにお姉ちゃんの服着させられて、うんうんうん、それでキャッキャキャッキャしてたのを、うんうん、親父に見つかって、うん、ものすごい怒られてなんで怒られるんですか。あんま許せなかったみたいな、えー、もうやとにかくやめろって言って、すごい差別的でしたよ、父がね。なんかだからそう、これもなんかガチだけど気軽にやりたいんですよ、うん、なんでかっていうと、それこそ女装したセルフポートレートを撮るアーティストとかもまあいるわけじゃないですか、某有名な方とか、はいはい、でそれね、アートディレクターとか著名人でもやっぱりいるんですよ、うんうん、なんか多分いや僕のはない、2人分おじいちゃんたちの世代は気張ってそういう風にしないとできなかったんですよ。でもね、僕もファッションだからかもしれないけど、そんなね、普通にやろうぜみたいな。10代の頃は男の子がお化粧するのが流行ってたのね、うん、あ、そっか、はいはいはい、清志郎とかもね、はいはい、あの YMO とか、うん、だからクラブとかに行くときにちょっとお化粧していくとか、はいはい、だからすごくカジュアルになった時代が一瞬あって、はいはいはい、だからそれなんか割と抵抗ないかもしれないけど、うん、その前の人たち、その前のにあった文化は、うん、かなり一生懸命予想するみたいなものだったかもね、うんうん、そうなんですよね、本気で気合が入ってるっていうか、うん、そうそうそう、で何かのこうロジックとかコンテキストを持ってないと、うん、なんかそれが人に伝わらない、それこそアートっていう文脈を掲げてそういうことをしないと、なんかただの返事になっちゃうみたいな。でもインスタにストリート的にはあったんだろうけど、まあ、見方にはしない方がいい。もちろんもちろん、そうですね、60年代ぐらいそれは、それは当然あったと思うし、まあ、根源的なことなんで、まあ、あるんだと思うんですけど、コパウダーも入っていいですよね、うんうん、そうで、さっきのブランド、なんかさっき萌えさんとそうブランドの行きたい方向みたいなのがありました。だからそのイベントとしては、まあ、誰でも参加していいよってことだよね、はい、誰でも気軽に、うん、男性女性問わず、はい、でもその人数には制限があるから、このいわゆる助走できる人が15人ぐらいが限界ってことでしょ、時間的に。まあそうですね、
15人もできないんじゃないですかね。行きたくない、うん、まあ そんなに集まるとも思えないけど、うん、でもだから助走しなくても見学は、うんうん、あ見学は自由です、はい、あとは女性がその来るお客さん参加するのもありと、うん、女性が参加する場合はどうなのこれは、ね、男装も、ちょっとそれは検討ですね。検討じゃあ女性の女装もあるかもしれない、ね、弱々しいなって、うん、そうですそれはあると思う。普段お化粧しない、もうちょっと強い女性がね、時代的にも精神的にだけど、その化粧したらね、まあ、ドラッグクイーンみたいなとか、そういう女性像がちょっと変わるもんね、欲しいなって思って、まあ、あと全然プロはつくけど自分でやるっていうのもありだし、うん、うんうん、あとはまあちょっと事前の話し合いでかなんか、うん、やっぱ、うん、となりたい自分みたいのをブラッシュアップできると思っているので、参拝壇はもうなりたい自分割と何ていうの、何個かあっていいと思ってるので、あ、隠蔽はできますって返事が、うん、今やっぱりこう、そうそうそう、密封はできますっていうのは、その製造過程においてなんかイメージとして人はこう、結構多面体の状態で、その面ごとに同じ領域なイメージなんですけど、本来はだけど今こう SNS とかのせいで、ある一面だけをこうが際立つような、本当に自分はこう世に見せようみたいな面だけを磨いてたり大きくしてたりしてんじゃないかなっていうイメージがあって、だからこの肥大化しすぎないようにこう見せたい面みたいなのが、あ、この面もあるんだっていうことを常にこう置いていく、それはまあ演劇なんかしてる人なんかは日々通ってることなのでバランス保てるのかもしれないけど、まあその SNS を鏡にしてる人にとっては、昔はさ、タレントとかがね、ある面だけを商品として、そうですそうです、そうです、だからプライベートとは違うみたいなことはあったけど、今は誰でもそういうことが、メディアを持っているせいでできちゃう、そうですね、うん、この面だけを見せる、うんうん、さあでそれをリフレクションさせて自分を見るから、それが自分っていう風になるので結果肥大化していくっていう、だからそれを自分でこう分かってコントロールできてればいいけど、うんうん、それこそミイラ取りがミイラになっちゃうみたいなことが、これがもうそれぞれに起きてるかもしれないね。自分も含めてやっぱそういう傾向はあるので、うん、だからこそこう違う面っていうのを常に意識的にこう見せていかないと、なんか一面だけ肥大化するとなんかいびつな、なんか確かにそうだね、になっちゃうんじゃないかなっていう存在、それさ、だから自分なんか見せたいっていうことだけじゃ、自分のことなんか考えると求められてるものを一生懸命こう演じちゃうというか、あるいはそれが社会的な責任とかも、今なんかそういうことが起きてるかもね、僕もそのなんとか自分もそういうとこあるかもしれない、いろんなこう社会性というか、責任取ろうとしちゃったさ、ぼかしてよりも頑張って浮かべる、なんかこうくじけていくみたいな社会かもしれないね。まあなんとかしてその社会に対してある意味虚勢されてるサイドと、もうちょっと本能的なプリミティブなサイドっていうのは、あの拮抗させないといけないので、今プリミティブなというものが解放できる、それこそ場が今一足りてないかもしれない。まあそうですね、それはやっぱりメソッドを持った人は強いとは思うんだけれども、それってだから単にプライベートだけじゃなくて、そういう場があればね、解放してここではいいですよってなってれば、それがいまいちないのかもね。そうそう、まあそこを考え方次第で、まあ言ったら
このノートの1ページは自由にしてプリミティブサイドを解放してもいい場所じゃないですか。まあちょっと絵描き的な発想かもしれないですけど、まあそういうことも言えるし、まあこのアトリエではある程度ね、そういうしていいものづくりの場所と、なんか対社会っていう打ち合わせでちゃんとコミュニケーションしなきゃいけない場所と、まあ混在してますけど、なんせあれですね、そのちょっとプリミティブと呼ぶのか、なんと呼ぶのか、欲望と呼ぶのか、いや、うん、そうかも、だからその多面性っていうのもさ、うん、認識するのはこう自分自身でもそれぞれ多分難しいじゃん。栄養素の間違えちゃったもん、それ500グラムの単一のものって思い込んでしまう人の方が多分多くて、それからそのそれが表現とかになったとしても、割と純粋に考えようとしちゃうっていう、なんか罠みたいなものがあって、なるほど。今水志君が言っているのは対社会ってさ、全体像が見えないような外側に広がってる何かに対してどういう戦略を持っていくかみたいなことが、まあ多分本当は表現の方に作っちゃう。それはね、そうですね、三橋は発行しなし、どう設計していくかみたいなことだと思うので、もしこれは価格帯上げたいんだったら、かつてはメディアがすごい単純なメディアしか3つぐらいしかなかったから、メディアを持って多分外と接続するみたいな考え方だったのが、今ちょっとそれもこう捉えにくいから、どういう戦略をこれから持っていくのかっていうようなことかもしれない。そうですね、あの歴史みたいなものとか批評みたいなものとか、それからメディアみたいなものがちょっと不安定ですよね。そうですね、それがなんかやっぱりバランスを取ろうとしてのアウトドアブームであったりだとか、なんかまあものづくりも近いところあるかもしれないですけど、 DIY 女子みたいな話とかっていうのはどれくらいの価値のものですか、ある種の傾向があって、お菓子とかは本質的にこう抱えている会社とかがなんかうまく機能してないみたいなところがあるのかね。500枚作って比べてて、なんかじゃあその今の状態をリセットするというか、なんか考え直す仕掛けとして助走というのを、そうですね、試そうみたいな、うん、夏目とか龍馬って1回、まあ、これだから本当は家族連れとかで来るといいんだよね、一番いいっすよ。結構前に入校したそこにね、銀行で買われてそこに入る、まあ時間も時間なので、はい、音は何だな、はい、こんな感じです。ちゃんとお金の音にしようよ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。